外は大雪でございます。なんとマイナス3度。積雪どれくらいありますかね。50センチぐらいありますかね今。富山県はね今こんな感じで寒いのですが、一方こちら、サトチューンチャンネル YouTube スタジオです。このプラダンで囲ったこの部屋、カーテンをめくるとですね、はい、石油ストーブがここにあってですね、この中ポカポカなんですよ。なんと現在の温度はですね、ちょっとピンボケですけど23度ですよ。この中はいつもポカポカ、もう小春日和の陽気でございます。でそこで今回ご紹介するのはこの温度計、ダイソーで買ってきたね、スリーウェイ温度計でございます。何がスリーウェイかというとですね、はい、こちらですよ。こちらここがね、このキックスタンドになってんですよ。サーフェイスプロみたいでしょ。はい、こうやってね、机の上にこうやってまず置くことができますし、さらにですね、こんなところね、こんなフックがあったらこうやって引っ掛けることができるんですよ。ひょひょいっとね、ほらこんな感じです。でさらに言うとね、後ろがねマグネットになってて、こういうね、あのパソコンのディスクスタンドの柱なんかにでペタッとねくっつけてね、見ることができるんです。てな感じでですね、私がいつもね YouTube で動画を撮影している部屋を紹介しながらね、このダイソーの温度計をね皆さんにご紹介してみました。はい、私のこの狭いね幅90センチの部屋はね、なんかこう物取るのがすぐパパッとこう座った状態で何でもね物が取れてね、すごく便利です。使い勝手がよろしいんですよね。でそして屋根はね、こんな白い発泡スチロールで囲ってるわけですよ。だから熱を逃さないんです。このここ押し入れなんですけどね、押し入れは発泡スチロールを貼ってね、これも断熱、冷たい風がいかないようにしていますし、床もね断熱の発泡スチロール貼ってんですよ。ポカポカです。はい、クッキーさんも大満足ね、クーちゃん。